はい、というわけでやってまいりましたガチエリアのまひまひですね。今回パート2ですかね。ガチエリアは初めてか。じゃあやっていこうと思います。でローラーまひまひきついっていう声あると思う。ローラー2対 2? ローラーねまひまひきついっていう声があると思うんですけどね、意外といきましたね。まあ見ててください。とりあえず開幕はもう降りるしかないですね。とりあえず降りなきゃ仕事ができないんで、死なない程度にとりあえず回復しつつ、あの台をやりに行きます。ここ今のはね地味に斜めにジャンプしておけてたんですよね。でてか今寝起きやが声ガラガラなんだけどまあ大丈夫大丈夫大丈夫、いけるいける。ちょっとエリアは絶対取れたくないから、これも寿司はねイカ入っていいと思う。ちょっともう一人いる、甘いな。もうそんなにできんのか。まあこれはでも味方がやってくれたんで結果オーライで、右にビーコンなんであそこから多分打開してくるんですよね。右を中心的に見た方がいいですね。やばい、あぶねえ。大丈夫か大丈夫か、お前もイカか。ナイス加工。おい、ちょっとなんで今の。危ねえ、勝った。はい、勝ち。味方トゥーンやな。この試合は、この試合は味方トゥーンになってしまった。まあ、いいか。まあ、ガンガン、このペースだったらもっと試合上げれそうだな。3-1 か。まあ、こっちと相手にローラー2人いたからさ、もしかしたら参考になんなかったかもしんないんで、まあ、このままちょっと続けてようかな。次の試合まで一応カットして、このまま続けてやりまーす。はい、次の試合来ました。ネギトロ炭鉱ですね。ネギトロはね、僕はエリアに行く派なんですよね。裏行く人ローラー持ってる人多いと思うんですけどね、エリア行ったら結構意外とキルできるんですよ、ローラー。壁をうまく使えばね、もう本当に読み合いなんですけど、もうガンガン降りていっちゃって、OK です。で、あのブラスターやりに行きたいですね。あ、味方うまくやってくれてますね。とりあえずエリア取って。ロンタムですかね、あれ。これロンタムは、待って、ロンタムにはもう先読みで勝つ。で、これでね、ボムラッシュはもう上から乗りましょう。上から。で、左上にスピナーいるんで、あのスピナーのがね、やらしいんですわ。で、これはね、もうエリアは味方に任せて OK です。こんだけ制圧してれば。え?やばい、に落ちちゃった。どこだ?どこで死んじゃったんだろう。なんだあの食い棒。多分ボム飛距離めちゃくちゃついてる食い棒がある。あの勢いは。味方が2人落としてくれたけど、多分これはエリアが止まんないから、あれ溜まってんなあいつ、やばバレるか。あれ先生、エリアお前もイカか、ラッキー。これはねタイミング的に勝てる。 OK、 2人やった。あと1体3にやった。はい。はい、塗って。とりあえず、これ登りたいですね。相手クリアリングしてますね、丁寧に。俺がいると思わんよな。ここにも俺がいると思わんよな。で、ロンタもこっち見てるよな。はい、さよば。で、エリア内に1本いるんだよな。ここいるの知ってるで。はい、オッケー、仕事めっちゃしてるぜ、いい感じ。あ、やばい、これは。あー、さすがに無理か。バレル強えな。バレルビーコン飛ぶの待ってんね。さすがに壊した方がいいんじゃないか。あれ先般だぞ。はい、我慢切れただろお前我慢切れちゃったか。あ、チャージャー見てる。これ壁うまく使って勝とう。あー、ボムうまい。
うーん、そっか、スプスコか、ワカメじゃないのか。スプスコ、うん、スプラスコワカメだよね。これ裏行って味方守ってあげよう。これはオッケーオッケーオッケー。で塗ってくれたら勝ちなんですけど、あ、勝った、オッケー、ナイス。これも味方トゥーンなんだよな。うん、味方トゥーンでしたね、これも。なんかいい試合取れないけど、とりあえず増額するか。でもまあ、でも仕事してたからいいんじゃないか。で、とりあえずね、裏はね、正直なんか、ネギトロ対抗戦。ピグレット、こいつ何を言ってるか全然わからないからカットしておいたよ。さらに、この蜂蜜の中に詰め込んで、ガチマチの闇に葬っておいたから、次の動画も楽しんでみてね、みんな。仲良くね。はい、ネギトロ炭鉱来ましたよ。ネギトロ炭鉱行きまーす。とりあえずエリアに行きましょう。もうこれ、間違いない。とりあえずエリア。もうローラーはエリア行きましょう。もう裏行ってもね、裏行くんだったら、まあ、ダイナモノが強いんじゃない？ここは。まあ、持論ですけどね。もうこれガンガン塗っちゃっていいよ。もう相手いないなんてもうガンガン塗る。もう遠慮せず塗る。もうひたすら塗る、エリアを。はいはいはい。チャージャーには気をつけてって感じ。あれいない。大村か。しかも裏もなんか来てんな、これ。やばいわ、それは。くっそ、裏突破されてんじゃん。これは仕方ないな。さっきから、あれやな、裏突破されちゃってんな。結構早いな、裏突破されんの。いるわ。ナイス、エリ。いるよな、これ。いた。ダイナモやって、あと一人どこだ？うん、いるね。あそこか。ナイスポイズン。帰った帰った。いや、なんかいるし、あぶね。よう、これチャース。チャース。うわ、そっちにもう移動してる。早い。引かそっか。読めねえな、チャージャーのメイン位置加速なんて。手突っ込め突っ込め。よーし、裏行くぞ。ここまで制圧したら裏。裏に行って、で、洗濯機いることを把握して。あ、いよ！ピッチ上がり。チャージャーいるね。やって。ん、ダイナモ飛んでない？大丈夫かな？大丈夫そうだな。ダイナモに勝つ方法は、振りの速さだろう。甘いな。神プレイ出てしまった。神プか？完全に神プだったんですが。神プが出てしまったか、最後に。ダイナモかわして何回やったんだ？というわけでお疲れ様でした。またお会いしましょう。でんでんでん。さらばだ。